こんにちは、速稼塾の久保です。今日のセルシオドライブトークなんですけども、まあ、宇宙人と UFO についてねちょっとお話ししようかと思うんですよ。私が一番初めに宇宙人の乗ってるだろうと考えられる、まあ、UFO ですよね。これを見たのが10歳の時でした。ちょうどその時ね、少年野球の練習があって、その練習の帰り道に、まあグラウンドをね通り抜けて帰りの山道に差し掛かったところなんですけども、ちょうど私が山道をこう登ってると、まあ空が見えるじゃないですか。時間にして夜8時前後ですね。でもう空は暗くなっておりました。その暗い中で、なんだろう、蛍光灯になってるけど、その暗い中でですね、オレンジシンバルと言われるオレンジ色の UFO がじーっと対空してたんですよね。で私と、まあ、いわゆる目が合ったような状態になりました。それで私初めて見たんで嬉しくってね、 UFO ってのは昔から興味があって、でずっと見たいなと思ってたんですけども、10歳の時にねやっと見れたと思って、目が合った瞬間怖かったんですけども、じーっと見てましたね。で10秒ぐらいするとそのオレンジ色のシンバルは点滅して、オレンジ黒オレンジ黒みたいな感じでね点滅をしましてね。で、あと数秒したらこう弧を描くように一旦上に跳ねて、そして下にグッと潜ったような感じでふっと消えてきましたね。で私は瞬きもせずにそれを見て急いでね走って帰って、 UFO 見たよ UFO 見たよっていう風に当時家にいたね母に伝えたということですよね。そしたら、わー UFO 見たのっていう風に、子供が10歳の子供がね UFO 見たっていうのに話を合わせてくれたのかなみたいな感じだったですよね。まあ、それから2年3年すると私も中学入るんですけども、中学に入ってからはよく見るようになりました。たびたび見るようになりましたね。でなんかね UFO をねよく見る人には宇宙と地球をつなぐコンタクトマンの役割っていうのが与えられるそうなんですよ。で私はまあそれだったのではなかろうかと思ったんですけどね当時ね。でこうまあね本当自信がないんですけども、テレパシーめいたものが届けられて、コンタクトナンバーっていうのがね与えられてね、504829っていうナンバーが与えられたんですよ。それは地球の日本のある地域で50289番目のコンタクトマンだよってことらしいんですけどもね。まあ当時私も思春期でいろいろ考えてたんで、もしかしたらそういう幻想を見たのかもしれないなと思ってますが、その思いってのはそれからね十数年二十数年私の思いの中にずっとあって、だからこそ中学に入っても高校に入っても、でそれから30代になってもね、ことあるごとに宇宙人の乗ったとされる円盤が私の視界に入ってきて、たびたび見るようになりましたね。写真も何度も撮ったんですよ。で不思議なことにその写真が今はね手元にないんですよね。もちろんポラロイドっていうか、ほら昔の写るんですか、ああいうやつで撮ったんですよ、インスタントカメラで。だから保存の仕方もあんまり良くないし、まあそもそも現像した時の画像ってのがなんかこう焼けやすいのかな、まあそんな状態だったり、まあ私があんまりね丁寧にしてなかったんでしょうねきっとね。今どこにあるのかわからない状態で、当時 UFO とか宇宙人とかをこうねインスピレーションした時とか見た時とかにメモしていたそのノートもないんですよ。これ不思議ですよね。別に宇宙人からの使者がそういったデータを取りに来たわけではないんでしょうけども、どうしちゃったのか本当に未だに分かんなくてね。で宇宙人にも会ったことがあるというよりも、まあその間近でね接近遭遇したことがあるんですよ。それは私が寝ようかなと思ってる時だったんですよね。睡眠に入る前こうなんか横になるんじゃなくて、上半身を上にねこう座ったような状態で布団の上にいたんですよ、ある宿泊施設のところで。まあ年齢は20代の時です。宿泊施設で、まあ、出張かなんかの時にそうやって一人でいてね、はーっとぼーっとした時に、まあ当時インターネットが何もないですからね、でテレビもつけてなかったんですよ。シーンとして冷蔵庫の時はブーンとなってるところに、まあもう寝ようかなと思ったんで、枕元の電気だけぼわっとつけてね、であとは上の蛍光とかを切って、
半分暗いような状態で黄色い電気がついてる状態だったんだけども、まあ、暗いじゃないですか。暗いんですけども、私がこうやってね、あの布団の上に寝て座っている時に、この辺りがなんかね黄色くちょっとにじみ始めたっていうか、光がね異次元からこう出てきたような感じでにじみ始めたんですよ。なんだこれって、幻覚かなと思って何回も目をこすって、こうやってぐーっとね目を凝らして見たんですよ。でもしかしたら怖いものが、亡霊みたいなのが出てくるかもしれないじゃないですか。だから拳を握りしめてね、何かあったら戦う姿勢で、よし出てくるなら来てみろみたいな感じで、もうなんかお化けとか亡霊だったら戦う気満々ですよ。私も20代のね景気盛んの時だったんで、やったるぜみたいな感じでいたら、あの銀色のあの長細い胴体みたいなのに手がこう生えていて、表情のない目が落ちくぼんで黒い表情のね、これもまた長細い顔の、まあ私は宇宙人だと思ったんですけどね、そのなんか人間みたいなぼーっとした、そういったね人型が異次元から浮き出てくるようにバッと出たわけなんですよ。でその人型の周りは金色のなんかこうもやで包まれていてね、まさに漫画とかで見た八尾純一シリーズで見た宇宙人のイメージそのものだったんですよね。うわー宇宙人ついに出たと思ったら、バリーってねすごい衝撃波を浴びて、私の体動かなくなったんですよ。で体中のそのなんていうんですか、汗の出る穴があるじゃないですか、あれがね開いたような感覚になって、ドーッとね汗が出始めましたね。で体は全く動かないんですよ。で口をなんとかね叫び声上げようと思って、うわーって言うんですけども、動かないし呼吸もろくにできないような感じで、やばいと、これは金縛りのようなビーム光線か何かを浴びて宇宙人の仕業によって体が動けないんだろう、もしくはそのシチュエーションにものすごくね恐れをなして緊張感で体がね硬直したのかもしれませんけども、どっちにしても動かなくなってね、うわーっていう風に答えてね、せめて目つきだけ鋭くしてやろうかなと思って、こうやって目つきをねクーって睨みつけてやったんですよ。でこれは絶対に気絶して気を失ってこの記憶がなくなっちゃったみたいなことがないように、記憶を消されないように絶対起きてるぞみたいな感じでね、ビリビリビリっていう中で根性を出してカチカーって見据えてたんですよね。そしたらその滲んできた銀色に金色のもやがかかったような人物みたいなのは、こう煙が消えるにさーっとね溶けて消えていったんですよね。だからあれは異星人が異次元を通過して3次元の私の部屋に出て、通過してどっかにまた別の空間に行ったのかなと。でそこをたまたま私がね見てたもんですから、向こうから見えてたことか分かんないです、もしかしたら眼中いなかったかもしれないですけども、そんなことがあったかなっていうところですね。でそれから私は意識を取り戻すっていうか失わなかったんですけども、体のちょなんだあの硬直が溶けてね動くようになった時にすぐにメモしてね、こんなことがあったみたいな感じで、で当時スマホとかないわけですから、インターネットとか、だから今だったらどっかに電話かけたりメールを送るなりして、さらにねデジタルでの記録も残したりしたんですけども、写真を撮るなりね、当時はそんなもんないですから、まあそのまんまね自分の記憶にしっかりと留めてメモをパッと取ってね、で、あ、宇宙人、ついに宇宙人に会ったんではなかろうかと思いましたね。で、あれが宇宙人じゃないんだったら、宇宙人に出会った経験ってのを自覚するのは非常に難しいですよ。もしくはなんかね、宇宙人みたいな亡霊だったのかもしれないですよね。ゲゲゲの鬼太郎じゃないですけどもね。まあけど私としては非常に貴重な体験だったかなと思っております。虫がちょっと入ってきてね、いちいち私の顔に被ってくるんですよ。で、まあまあ銀行に着いたんで、とりあえず支払いに行ってきます。それじゃあありがとうございます。